サムソンビッグは日本の競争馬。1994年の木更儀賞優勝馬。戦績のバレーは急表記とする。中央競馬で競争生活を送る。3歳児の1993年7月10日に札幌競馬場でのデビュー戦を勝利で飾る。その後にレースは15着、5着に終わるが4戦目の函館3歳ステークスではマリーゴッドの2着に入り。 成田ブライアンに先着を果たす。その後も福島3歳ステークスの2着を除けば、大敗を繰り返し、初の GI 出走となった朝日杯3歳ステークスは、勝った成田ブライアンから2秒8離された14着に、終わる。4歳となった1994年も、新山記念では、ブービーの11着。続いて、阪神競馬場2000メートルでの開催となった、木更木賞に出走する。 さすがに11頭立ての最低人気であったが、スローペースで逃げて、後続馬を寄せつけず、両馬上にもかかわらず2分7秒4という、遅い走破タイムであったが勝利を収めた。このレースでの単勝オッズは172倍であった。その後は、大敗を続け、この年のサツ賞、東京優秀、菊花賞の三冠レースには三冠馬の成田ブライアント、 共にただ二頭全レースの出走を果たしたが、サツキ賞はブービーでダービー、喫下賞は最下位と、もう少しで逆三冠を達成するところであった。小場になってからも苦戦は変わらず、五歳児に三着となった秋のステークスを除いて、ほとんどが二桁着順の大敗。暮れの愛知敗十三着すると明けて六歳となった九百九十六年初戦の生涯未勝利戦ではいきなり、 レコードタイムで圧勝。しかし、そこから障害400万下で3連敗を喫する。400万下4戦目で勝って、オープンに昇級するが、故障で1年の休養を余儀なくされた。7歳での復帰後はオープンで参戦するが、3着が最高で小倉障害ステークスを最後に現役を引退。引退後は去勢されて、常用馬となった。通算平地競争27戦2勝。 生涯競争80002章4大母一時用は1953年の雲畑記念の勝馬。5大母に名品栗士を持つ、いかつい名前とは逆の小柄なおとなしい馬で、洗い場から旧車に戻るのに引き綱なしでも人間の後をついていったという。このエピソードから本場の大ファンになったという吉田美穂の漫画馬なり一波論劇場では、 成田ブライアンの唯一の親友という設定が与えられ、同漫画の定番ネタの一つとなった。ありがとうございます。